作中は害獣のような立ち位置なのに、全く憎めない可愛いやつ。基本は道を塞いでるだけだもんな。笛を吹くだけでどいてくれる良心ポケ。割とシャレにならんことやってる。稲作が盛んな村だからセーフ。収穫した稲は米俵に入れて貯蔵する。出入り口を塞いで眠る性質。この村積んだ年貢的な意味で、複数の島の植物を食べ尽くす個体もいるんだぞ。サトシのカビゴン次起きた時が米蔵で済むか怪しいぞ。しかも複数体いるとなればもう壊滅よ。やっぱ見た目かね。シナリオでカビを放置してると物流が途絶えて物価がインフレとか生々しいことされたらうざいと思うかもしれんけど。可愛いは正義なんだよ。2002-2004の起き上がろうとして一旦諦めるの好き。2002のポーズめっちゃ可愛い。青版の無駄なセクシーポーズ好き。名探偵ピカチュウの映画でカビゴンが寝ちゃってる隣で交通整理されてる描写があったのがすごく好きなんだよね。カビゴンまた寝てるようくらいに思われてそうというか、その行動が日常に当たり前に馴染んでる感じがして。1日400キロ食べないと気が済まない生き物は控えめに言ってヤバすぎる。レジアルの説明だと害獣を超えし害獣だが、ことぶき村が被害に遭うことはなかったからな。そういうシーンがあったらまた感想は違ったかもしれない。川の向こう岸に親分個体が忍び寄ってたから被害に遭う一歩前ではあったよな。レジアルの図鑑だとイナゴ害みたいな扱いされてるからな。翡翠よりさらに古の時代から薬剤として伝えられているって書が完全にイナゴ害。最悪の一つではあるが、直接的に被害を及ぼす他のポケモンに比べると米さえ奉納しとけば意外と優しい説。と思ったが食べる量的にダメだこれ。見た目もそうだが名前が可愛いわ。なんだかビゴンって北上で洞窟前で寝てた時感動したぞ。こいつベトベトン食うらしいから、ある意味科学の発展で人類が救われてるのかもしれない。マジで？どの図鑑？3の図鑑説明でベトベトンの毒もスパイスになるみたいなこと書かれてるよ。鬼退治のゴンベのスケールアップ版と考えると昔の人はやってられませんわ。モデルは BDSP 以外の作品全部でゲームプランナーやってる西野浩二さんだけど、これがまたそっくりなんだよな。みかんちゃん可愛いでしょとか双子ちゃん可愛いでしょの人だっけ。ゴンベとカビゴンの間にもう一体いるだろうとなるような進化するの好き。どっちも大好き。杏仁豆腐をすするみたいな感じで食べるのかな。ベトベトン見てみたいな。いや怖いな。逆に言うと毒餌食わせて駆除する戦法が通用しないのか。お盆のみカビゴンクッソ可愛い。これほんと好き。可愛すぎる。ゲームだと固定シンボルだったり出現率低かったりするから個体数はそんなに多くないだろうとは思う。レジアルの親分カビゴンのサイズ感大好き。あの世界じゃカビゴンまた寝てんなーくらいの感覚なのかな。道路にいるの放置されてる、あたりまたいるなーくらいの感覚にはなってそう。1日400キロ食べて460キロってことは、1日絶食させたら60キロになるのか。食費を考えてゴンベやカビゴンを手持ちにしないトレーナーも多そう。うかつに手を出していい強さじゃないってのもありそう。ポケモンガチアンチの電木さんが手持ちにしてるのが不思議なくらいの害獣だぜ。